はい、はい、いきます。きたー、俺ちょっと待って、 A ちゃんを出します。うわ、出た、ペコちゃん、ペコちゃん、イエーイ、行かないで。バンダイマニア、元気モリモリモリちゃんです。バンマル上陸、リックンです。いつでもフルスロットル、つぐみんです。イデニーです。ニー、今日紹介するのはこちら、ドンジャラネオホロライブです。コンパクトで持ち運びしやすい新フォーマット、ドンジャラネオからホロライブが登場しました。来ましたね。来たね、はい、パイの絵柄がすごいんですよ今回、うん、ホロライブのメンバーが34人もパイのデザインとして収録されてるんですよ。賑やか、賑やかだよね。きっとみんなの推しメンとかもラインナップされてるんじゃないですかね。ですよ、僕の推しメンの宝生マリンさんもね、ラインナップされてるんで、めちゃくちゃ楽しみですよ、うん、あ、いいね、いいね、うん、ちなみに私はウサのペコラちゃん推しなので、うん、もうどんなパイのこの絵柄になってるのかめっちゃ楽しみです、うんうんうん、ね、そうだよね、パイの絵柄で推しのね、ホロライブのメンバーの顔を拝める、最高すぎません？最高、そうなんですよ、うん、もうドンジャラをしながらこう推しへの愛を深めることができるアイテムになっているので、うん、今回はですね、実際に遊びながら紹介していきます。それでは早速やっていこう。バンバニー、改めてドンジャラネオホロライブを見ていきましょう。セット内容はこのようになっています。ひときわ目を引くのはこのパイですよね。すごい数のタレントがデザインされております。今回はですね、なんと34名のホロライブのメンバーを収録しています。背景もメンバーカラーっぽくなってていいですね。三角のところとかがまさしくちょっとホロライブって感じがしていいですよね。しかもこの周りのフレームもバラバラにできるから持ち運びしやすいっていうのもいいよね。いいよね、うん、さらにこちらはパイケースカバーになっていて、なんとこのパイケースカバー両面がデザインされてるんです。こちら0期生裏返すと、はい、1期生2期生がいて、裏面はホロライブゲーマーズ、3期生の裏は4期生、5期生の裏が秘密結社ホロックスとなっています。両面にデザインされているので、たくさんのホロライブメンバーを楽しむことができちゃいます。はい、そして、今回のジャラコインは1万ジャラ、5万ジャラ、10万ジャラとなっていて、それぞれね、ホロライブっぽい三角のマークもついていて可愛らしいデザインになっています。そしてですね、今回シリーズ初の仕様としてプレイシートがパイを飾れるスタンドになっております。見てください、もうね、飾っても楽しめる仕様になっているんですよ。このシートがですね、ホロライブの事務所をね、イメージしたデザインになっていて、見てください、このね、窓のデザインが反転しているので、こういうところもね、こだわっているんですよ。いや、これはね、パイをね、並べても楽しめそうですね。バンマニ、じゃあ早速ドンジャラネオホロライブで遊んでいきたいと思うんですが、はい、今回はですね、なんと役が全て実在するユニットやコラボで構成されているんですよ。嬉しい。みんなが知っているユニットだったりコラボもあるかもっていう感じになってるの。だから僕とつぐみんの推しメンのペコマリもあったりするってことですよね。ペコマリありますよ、嬉しい。ただそれだけじゃないんですよ、ホロライブならではの推し宣言っていう特別ルールがあるんです。推し宣言はですね、はい、親のみがすることができまして、1ゲームごとに親は自分の推すタレントを1人宣言します、推し宣言をした親は推しのパイをですね、捨てることはできないんですけど、はい、その代わりに獲得ジャラ数が倍になります。おお、すごい。やっぱ推しは捨てられない、うん、そう、捨てられないよね、ただし自分の推しを含む役で子が上がってしまった場合、はい、尊すぎてしまうので6万ジャラを上げないといけないです。あー、逆に、なるほど、推しで上がってくれてありがとうという気持ちを込めて、はい、大事、そうなんです。大事、ね、それは大事かもしれない。大事、大事、はい、そして特別パイとして A ちゃんのパイもあるんです、はい、このパイはですね、友人 A ちゃんを出すとですね、パイ捨て場にあるパイと自分が欲しいパイを交換することができちゃいます。いいですね、便利な、便利だよね、すごい。じゃあ早速やっていきましょう。まずはドンジャラのルールを簡単におさらいします、はい、ドンジャラは手持ちのパイを交換しながら3個で1セット、計3セットを集めて役を完成させます、はい、集めた役に応じて点数をもらい、合計点を競うゲームになっております、はい、役が揃ったら大きな声で配信開始と言ってゲームクリア。配信開始、配信開始です。いつもと違う、いつもと違います。ゲームはもう始まってるけど、上がったら
配信が入る。そうですね。でまあ毎度恒例のごとくバンマに1試合しかしないので、はい、この4人では1試合しかできないので、はい、ではみんな配信開始の準備はいいですか。はい、はいはい、せーの、配信開 始, 開始バンマに。じゃあそれではじゃんけんして親を決めましょう。はい、はい、最初はグッじゃんけんポイン。おい、おい、じゃあつぐみん、はい、推し宣言お願いします。私の推しはうさだぺこらちゃんです。はい、はい、はい、ね、はい、もちろん。それではこの83個のパイを混ぜていきましょう。はい、まずはね、はい、ジャラジャラと、ジャラジャラとね。親は11個ずつ2段、その他のプレイヤーは10個ずつ2段に重ねて並べましょう。はい、1個余ったのでつぐみんが余ったパイをもらいます。はい、もらいます。はい、そしたら親の前の山の右端から親から順番に2個ずつ時計回りにパイを取っていきます。はい、じゃあ全員が8個取るまで続けましょう。行きましょう。じゃあみんなね8個、そして親はね9個なんですけど、パイを取って一旦ねパイを整理しようということで整理しましたと。はい、はい、はい、じゃあもう皆さん進められるので、じゃあ親からスタートします。親は1個パイを多く持ってるので1ターン目は1個パイを捨てます。その他のプレイヤーは山の続きから1個パイを取っていらないパイを1個捨てていきます。はい、じゃあスタート。はい、はい、じゃあこれを捨てます。はい、じゃあ1個取って、どうしよう、泣き声で揃えるのはちょっと難しそうだから、はい、はい、オールマイティ。おお、磨きかけます。じゃあもうしょうがないんでこれで。おお、なるほど。おお、そうかいうことか、うん、いいですよ。あれ、そらちゃん置きます。2つずつねパイがね、うん、入ってるから2つ揃ってたらかなり幸運だから。2つ揃ってたらかなり幸運だからって言って、オールマイティ、オールマイティ3がね、3、そうなんですよ。じゃあそのまま自由指定の、はい、みこちゃんを。やったー、何狙いが来た。やったー、すばるちゃんを、はい、はい、置きます。うわっ、おおー来た。俺はさっきからなんかすごい、ちょっと待って、ちょっと良さそうだな。来たぞ、新しいのが見つかった。うわー、来たかもしれん。これはすごい、何かに印をつけた。何かを、これは目星は私は A ちゃんを出します。うわ、出た、ぽよ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 。ではロボコさん、いただきます。うわ、はい、さっき見えてるのロボコさんが、視聴者の皆さんこんにちは。ここでお悩みしました。ここで使わせていただきます。おー、出てきた、また。はい、クロエちゃんをもらいます。わー、なるほどね。ラプ様を戻します。はいはい、はい、これでできました。なるほど、はい、本当に最高。なるほどね。まつりちゃん、まつりちゃん、コレネちゃんを置きます。リーチです。あ、やばい、リーチ、リーチです。ねえ、待って、あ、今回さ、ちょっとさ、待ちます。役多いからさ、いろいろできそうだから、ちょっと、ね、何を出せば上がっちゃうのかが全く分からない、うんうん、分からない。その読みは本当に難しい。読みができない、うん、全然。社長を出します。はい、はい、大丈夫そうですね。大丈夫そう、よかった。はい、じゃあ、こよちゃん。あ、違います。違うんですね。違いました。おかゆちゃんも置きます。上がれるのか。もうパイはだって残り少なくなってきたよ。ほんとだ。うわー、怖い。待って、これはおリーチですね。おー、はい、来ました。リーチが来ました。やった、いいな。じゃあ私は座長を出します。はい、リーチ、リーチ、よっしゃ。座長2個目、怖い。怖いよ、捨てるの。だって2人もリーチだったもん。やめないします。確率上がってます。出してください。私もついでにリーチ。ラミちゃん、おラミちゃん、おっ、せーない。はい、じゃあ引きます。来い、地引きしたい。ん、うん。あ、待って、うわ、待って、やっちゃってる気がする。これこれリーチです。で、この捨てていけない。あー、捨てちゃってるんだけど。うわー、これちょっともったいないことしたな。いろはちゃん、はい、戻します。じゃあリーチです。おー、来た。おー、リーチです。なるほど、すごいですね。残り少なく警戒してください。うん、俺のキーパーです。やば、あと3つしかない。3つしかないぞ。そっちだったか、俺の分かれ道は。おー、おー、俺も今
1枚か。ええね、あらまあと2個来た来た。私もじゃあこれでリーチにしよう。はい、じゃあリーチ。はい、おお、いく。頼む頼む頼む。私来い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 。自分のことしか考えてない。お願いお願い、出してただお願い。もうラストだからこれ。なんだなんだなんだ。お、殴れたかな、殴れたかな。やったー、うそ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。視聴者の皆さんに見てください。はいはい、3組3組3組揃ってます。はい、配信開始。あー、配信開始だ。始まっちゃったよ。あー、すげー、頑張ったぞ。最後来たのが基本ユニットの3期生ですね。なるほど、基本ユニット。他はトリオで揃ってます。まず一番最初に揃ったのがこのワルダ組出た。なるほど、はい。もう寸前で引いたのがこのペボット。えー、すごい、寸前で引いたんだ。ペボット引いて、そっからの終盤くんが、うわー、終盤怒涛の、はい、すげー。お、俺がやったのか。やっちゃった。ドラマが待ってたよ。すごい、おめでとうございます。やったー。18万、3万ジャラだから、はい、39万ジャラ。誰が払う、誰が払うんですか。りっくんです。お願いします。お願いします。39万ジャラをください。こうです、こうです。贈呈、はい、贈呈。僕はリーチかけてたんですけど、こうなってます。一期生待ちでオールスターの役を待ってました。オールスター、はい、むずい。オールスターセットです。何その、うわマジ。ゼロ期生からホロックスまで一人ずつ揃えた上にオールマイティパイ、マジ完成するオールスターをもう最初から狙ってました、ずっと。じゃあ私の勝ちでした。続いては2人でやってもらいます。はい、はい、バンマニー。はい、では今からね、2人で対戦していきたいと思うんですが、はい、先ほど4人で遊んだ時にね、うん、つぐみんが、そうなんですよ、6万ジャラーですか。はい、ちょっとあの推し宣言をしたんですけど、はい、はい、ちょっとこれあのモニちゃんに6万ジャラーをお渡しするの忘れておりまして。なるほど、まあ、の収穫。はい、推しへの愛はね、やっぱり惜しまないので、もうあげちゃいます、モニちゃんに。さすが、はい、やったー。早速2人で遊んでいきたいと思います。うん、今回は僕が親なので推し宣言をしたいと思います。僕の推しは宝生マリンさんなので船長です。これ来てほしいですね。頑張りたいと思います。4人でやっても楽しいけど、こう2人でできるっていうのもいいよね。そう、確かにね、うん、ファンの方同士で遊んだりするのができるっていうのがいいよね、うん、ね、オフ会とかでやりたいよね。楽しそう、うん、ではお互い整理も終えましたので、はい、始めていきましょう。はい、はい、最初の一手いっていきます。はい、じゃあみおちゃん出します。はい、さくらみこちゃん。みこちゃん早めに揃えたいな、安心したい。おお、っとおっとおっと、よし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 、いいんじゃないと。はい、じゃあ私はこよちゃんを出します。こよちゃん、はい、はい、まあまだ全然ね。そうだね、お互い何をしてるのか、うん、しー、3のオールマイティパイです。おー、また出てきた。いやいや、割とまあ今のところ順調なんでしょうかね。えー、嘘、本当につけちゃいましたよ。なんだ。はい、私も。おー、はい、はい、はい、え、まさか狙ってる同じだったりしないか。追いかけていきますよ。いきます。ここでちょっと仕掛けます。何、あー、出た。 A ちゃん、 A ちゃん、 A ちゃんで、はい、ペコちゃん。ペコちゃん、イエーイ。行かないで、出さなければよかった。ゲットしました。そして戻します。はい、あー、フレアちゃんが来た。フレアちゃん、はい、ちょっと推しが取られて動揺してる。動揺してるけど、はい、はい、ここで僕はリーチになります。もうリーチ、さあリーチですよ。嘘でしょ。ペコラちゃんが来たことによってリーチです。待って、ペコラちゃんも奪われ、リーチも奪われ、ちょっと待って、やばい、落ち着いていかないと。リーチ奪われたんですけど、私もリーチ。やばい、よっしゃー、追いついた。いきます。はい、さあ来ないで。どうでしょう。何、あー、違う。よっしゃ、一期生、はい、よし、来い。うーん、ノー。はい、はい、ちょっとドキドキしながら、来い来い。ハート、ハートちゃんを出します。違います。よっしゃ、危ない。自分で引くしかない。違います。よっしゃ、来い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 。どうですか、スバルちゃん。あー、違う、来ない。地引きしたい、地引きしたいしたい。違う、どうだ。うわ、やめてやめてやめて。はい、はい、しおちゃん。違います。おー、わあ、なるほどなるほど、なかなかな展開ですね。なんだ、あら、なに、もったいないです。おお、 A ちゃん、 A ちゃん来た。
捨てちゃいました。はい、来い、お願い。来なかった来なかった。マリンちゃん、いや、嘘でしょ。マリンちゃん、やめてってことは、ことですよね。来ました。やめて。マリンちゃんが来たということで、配信開始。ありがとう、来ました。そう、はい、3期生、5期生のねねちゃん、ボタンちゃんとオールマイティパイ。うわー、そして、眠い組。おお、眠い組、はい、ユニットだね、トリオの。そして、最後ね、船長、僕の推しですよ。イエーイ。ということで、6万ジャラ、そして、5期生の役が3万ジャラ、眠い組が18万ジャラです。はい、27万ジャラーです。やったー。いや、待って、いたで27万ジャラ。はい、27万ジャラ、ありがとうございます。現状します。やったー。嘘でしょ。僕はもう推しのために勝ちましたよ。27万。わー、はい、じゃあ、はい、現状します。ありがとう。うわー、持ってかれたー。イエーイ。いや、最後はね、僕の推しの船長来てくれて、もう本当、推しの力、素晴らしいですよ。推しの力は ね、強いからね。バンダイマニア、今日はドンジャラネオホロライブを紹介しました。4人でプレイもして、さらに2人でもプレイもして、はい、すごい楽しかったね。楽しかったです、まあ、なんといってもね、パイにホロライブのメンバーがデザインされてて、パイを弾くたんびにさ、テンション上がっちゃって、バー手放したくなるそう発生しちゃったよね、うん、やっぱ推し弾くと嬉しいもんね、うん、嬉しいよね。ホロライブメンバーが34人もいるじゃないですか、うん、なんかこう役を作る時も、うん、あ、これにしようかなって思ってても、また弾いた時に、あ、こっちの役もできると思って、いろいろ楽しめるので、うん、いいですよね、うん、楽しかったです、ね、すごい頭使ったもんね、うん、役を作るのも楽しいですし、うん、いろんなメンバー見て楽しいですし、こうやってね、飾れるってめちゃくちゃいいですね、うん、すごいこれ、ね、新しいよね、うんうん、このドンジャラ持ち運びしやすいから、このオフ会だったり、このいろんなイベントでみんなでやったら楽しそうですよね、うんうん、そうだよね、2人でもできるっていいですよね。そうだよ、別に4人いなくてもできちゃうっていうのもね、うん、いいですよね。そう、少人数でやっても楽しいっていうのがね、ドンジャラの魅力だよね、はい、今回はやらなかったんですが、コラボ宣言っていうスペシャルルールがあるんですよ。何かっていうと、パッケージやウェブサイトに載っていないコラボでも、動画やサイトで相手を納得させることができれば、役として成立するっていう。面白い。すごい。じゃあ今までになかった組み合わせで、そうそうそう、もしかしたら今後コラボするかもしれないですもんね。まあ、そうだね。それが役になる、うん、自分だけの役ができるってことですね。面白いよね。面白い。今後の遊び方も広がると思います。そう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 。なので、ドンジャラネオをきっかけに、本当になんかホロライブトークでだいぶ盛り上がりそうだなっていう。ぜひね、コラボ宣言もやってみてください。スペシャルルールや役の詳細は受注ページを見てみてください。ドンジャラネオホロライブはプレミアムバンダイにて現在受注受付中。このアイテムは気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。